白刀ワシワシとは、高木高カに属する鳥のうち、大ワシ、オジロワシ、イ犬ワシ、白刀ワシなど、比較的大きめのものを指す通称である。高カ,カにて、比較的大きいものをワシ、小さめのものを高と呼ぶが、明確な区別はなく、監修二重て呼び分けているに過ぎない。ワシはその姿から鳥の王者とされ、信仰の対象にもなった。 ローマ皇帝の紋章は和紙である。後に東ローマ帝国が相当の和紙を紋章とし、ロシア帝国などへ受け継がれたほか、12世紀以前からセルビアの国旗には白い相当の和紙が描かれている。中央、西欧ではハプスブルク家によって新西ローマ帝国からオーストリア帝国へ相当の和紙が受け継がれ、 プロイセン王国やドイツ帝国もワシを紋章とした。ナチスドイツもそれに習い、軍服や建築物の随所にワシの衣装を施した。現在のドイツ・オーストリア両国の国章にもワシが使われている。また、ナポレオンやイギリス王室、ポーランドなどもワシを紋章に取り入れている。メキシコ国旗に描かれているワシは、ウィチロポチトリの予言ワシと呼ばれる。 蛇を加えた和紙がサボテンの上に止まっている場所を見つけ、そこをととせよという信託に従い、現在のメキシコシティに安住の地を見つけたというアステ家族の神話にちなんだものである。アメリカ合衆国は白桃和紙をフィリピンはフィリピン和紙を国鳥としている。和紙のお葉はヤバネとして最高のものとされる。道の区国の名産として、 朝廷や伊勢神宮の戦宮の檻などに、わしのお派を献上したという記録が残っている。わしは鳥の王者として力強い印象を与えることから、その名を冠した様々な物事が存在する。カタカナナの記事が自然科学的な内容を中心とするのに対し、一般名の記事では文化的な側面や人との関わりなどについて解説する。ありがとうございます。